ワルシャワゲットウ。ワルシャワゲットウは第二次世界大戦中にナチスドイツがポーランドのワルシャワ市内に設置したゲットウユダヤ人隔離地域である。ナチスが創設したゲットウの中では最大規模のものである。ユダヤ人は15世紀にはすでにワルシャワで暮らしていたが1527年にポーランド王国国王ジグムント一世はユダヤ人がワルシャワ 現在のワルシャワ旧市街の城壁の内側に住むことを禁止した。ただしユダヤ人たちは、王室の許可の下、旧市街の南東側、ワルシャワ王宮とビスワ川の間の一帯に、自分たちの町、後18世紀に再開発され、マリエンシュタット地区となるを建設して、商売や自治を行う権利を認められた。このような自由居住区は、シュテットルと呼ばれ、強制居住区である、 ゲットーと区別される。ヨーロッパの他国と異なり民族的に寛容な政策を国家の根幹となす伝統としていたポーランドでは、ユダヤ人はごく一部の大都市の旧市街を除いて、基本的にどこでも自由に住むことができた。旧市街のユダヤ人居住制限も18世紀末以降に徐々に緩和されていき、旧市街にユダヤ人が住むことも問題とされなくなった。 後19世紀半ばより、旧市街の南と西の一帯に、近代の市街地が急速に発展していくと、キリスト教徒もユダヤ教徒も、比較的裕福な人々は、近代市街地やその郊外へと共移していき、旧市街や新市街、中世の新市街であり、歴史地区の一部には貧困層が集中して、住むようになった。この状態は20世紀の初めまで続いた。 19世紀中頃と20世紀に入ってからのに30年間にワルシャワのユダヤ人人口は急増し、ワルシャワのユダヤ人共同体が急成長した。第二次世界大戦直前のワルシャワ市には37万5千人のユダヤ人が暮らしていた。これはワルシャワの全人口の30%を占めていた。世界的にもワルシャワはアメリカ合衆国の都市ニューヨークに次いで、 ユダヤ人人口の多い都市だった。ワルシャワ市のユダヤ人は大多数が、マリエンシュタットとは別に、旧市街地の西側に近代になって新しく形成されていた広大なユダヤ人街にまとまって暮らしていた。ここはユダヤ教徒のうち会社員や、商店主などの中間所得層や、実業家や高級官僚などの富裕層がたくさん住んでいた。この地区では、 公用語のポーランド語ではなく、ユダヤ人同士では、イディッシュ語が話されるなど独特なユダヤ人共同体が形成されていた。当時のヨーロッパで最も高いビルは、町のユダヤ系実業家によって、ここに建てられたオフィビルで、これは、奇跡的にも、第二次大戦の戦火で崩壊せず、現在まで残っている。ワルシャワのユダヤ人たちの中には、ユダヤ共生党派が多数いた。 彼らは黒い服装をして、男性は髭を生やし、米髪の毛をカールにするという典型的なユダヤ人風の要望をした人たちだった。一方で映画、戦場のピアニストのモデルとなったウアディスワフ・シュピルマンのようなユダヤ系の家の出でも世俗的な人々もたくさんおり、彼らはキリスト教徒のポーランド人たちに混じり、キリスト教徒たちと変わりなくワルシャーの各界で活躍し、 一部は、キリスト教徒に改修して、キリスト教徒の社会に入っていた。このように、ワルシャワのユダヤ教徒の社会は、伝統的に多様な人々で構成されていた。ユダヤ人外は正統派をはじめとした保守的な傾向の、ある人々が多く住んでおり、より世俗的ないし、ひいや教的な人々は、他の地区の住宅地で、キリスト教徒たちに混じって住んでいることが多かった。 1939年9月1日にドイツ軍はポーランドへ侵攻した。ワルシャワはドイツ軍に占領され、ハンス・フランクを総督とするポーランド総督府領に編入された。1939年10月4日にワルシャワ市に突入したゲシタポが同市のユダヤ人居住区を監督していたユダヤ人共同体本部を占拠した。ユダヤ人共同体の長だったアダム・チェルニアコフを ユダヤ人評議会の議長に任命し、ユダヤ人評議会の創設を命じた。戦前からユダヤ人居住区の指導者だった者たちが評議会のメンバーとなった。ワルシャワの施行業者の80%はユダヤ人労働者であり、ワルシャワの生産体制はユダヤ人に支えられていたため、ドイツ当局も当初は彼らを完全に隔離することには慎重だったが、ワルシャワ、 特にユダヤ人居住区ではチフスが流行していたため、結局、隔離が必要と判断されるようになっていった。1939年11月7日、ワルシャワ地区行政長官のルートビヒ・フィッシャー、突撃隊中将は、市内のユダヤ人居住区をゲットにして、ユダヤ人閉じ込めるべきであると提案した。同じ時期、ドイツ軍司令官は、ユダヤ人居住区に、 伝染病汚染につき、立ち入り禁止区域を設営し、ドイツ兵の出入りを禁じた。1940年3月以降、ワルシャワ市内、特にユダヤ人居住区の地フすが深刻になった。駐留するドイツ兵への感染を心配したドイツ当局は、1940年3月にユダヤ人評議会に命令を下してユダヤ居住区の周辺を壁で囲むことを命じた。 壁の建設はユダヤ人評議会の負担で行われた。1940年9月の会議でポーランド総督ハンス・フランクはワルシャワの50万人のユダヤ人は全ワルシャワ住民に対する危険を意味する。彼らがうろつき回ることをもはや許容できないと述べた。1940年10月2日には月頭建設の正式な命令が下され、 1940年11月に完成した。元来のユダヤ人居住区の3分の2の広さであった。11万3000人のポーランド人がゲットーに指定された地区から追われ、代わって13万8000人のユダヤ人がそこへ入れられた。さらに1941年2月から4月にかけて、ワルシャワ西部から連れて来られた7万2000人のユダヤ人がワルシャワゲットーに送り込まれた。 1941年3月の時点で、ワルシャー・ゲットーの人口は44.5万人だった。これは、ナチスの創設したゲットーの中でも、最大規模のものであった。1940年11月16日に、ゲットーは封鎖され、自由な出入りはできなくなった。ゲットーの入り口には両側に警備が配された。内側は、ユダヤ人、ゲットー警察、ユダヤ人評議会式化、 外側は、ポーランド人とドイツ人による民警組織によって警備されていた。月頭住民は、月頭の外へ出ることが絶対的に必要であることを証明できた場合にのみ、通行許可証を与えられて、そこを通過することができた。月頭内には、ドイツ国防軍、新衛隊、ドイツ警察などドイツの行政機関は駐屯しておらず、ドイツ人の姿は稀に視察に訪れる時ぐらいにしか、 見られなかった。ゲットウの広さは、ワルシャワ市の2.4%であり、自然体の30%と見込まれたユダヤ人を収容していた。1941年3月の段階で、ワルシャワのアーリア区域は人口92万人、面積1 3 8トル一人当たりの面積1 5 0ルあったのに対して、ゲットウは人口44万5000人、 面積3 3 6トル、一人当たりの面積7 5 5ルしかなかった。ワルシャワゲットの日常的運営は、ドイツ当局、ワルシャワ知事、ルートビヒ・フィッシャーやユダヤ人居住区域担当委員、ハインズ・アウアースバルトなどの監督のもとに、アダム・チェルニアコフを議長とするユダヤ人評議会によって行われた。ユダヤ人、ゲット警察も含めたゲットの役所は、 全てがユダヤ人評議会の指揮下にあった。ワルシャワゲットのユダヤ人評議会は比較的自由主義的な統治を行っていた。戦前からのユダヤ人諸政党はゲット内で活発に地下運動を行っていた。特に目立っていたのは文と社会主義シオニスト等青年運動であった。評議会とこれら地下組織とは一定の協力関係にあった。 ワルシャワゲットのユダヤ人評議会の自由主義的な、統治は経済にも及び、完全にユダヤ人評議会の統制経済化に置かれていた、ブッチゲットなどとは異なり、市場原理主義的な経済体制で運営されていた。そのため、ワルシャワゲットには私、企業も多数存在していた。その弊害として、ワルシャワゲット内は、貧富の差が県庁であった。ゲット完了、商人、 投資家などが上流階級として君臨し、彼らはナイトクラブに通い、高級レストランで食事し、人力車に乗って移動していた。ドイツ当局は、月頭住民は裕福に生活していることを示すため、この一握りの上流階級の人々や彼らの通う施設を頻繁に撮影した。しかし大多数の月頭住民の生活は全く裕福ではなかった。 ワルシャワゲットのユダヤ人評議会の歳入は、給与税、人等税、軍用パン税、強制労働免除者による税、賃借税、共同墓地税、追加郵便税、薬剤報酬、登録料などによって成り立っていた。特に、パン税が最も主要な歳入であった。ゲットの税制は貧者に厳しく、実業家など上流階級に緩いものであった。こうした税制は、 月頭実業部門の役人たちによって推進されていた。一方、ユダヤ人評議会議長、チェルニアコフは、時に実力を持って、実業家から税金取り立てを行うことを試みたため、実業部門と対立するようになった。ドイツ警察は通常月頭内に入ってこなかったため、ユダヤ人、月頭警察によって、月頭内の治安は維持された。月頭警察は、 ゲット住民に横暴に振る舞うことが多かったた、住民から非常に嫌われていたという。ユダヤ人評議会は、社会福祉的事業を次第に行わなくなり、ドイツ当局の命令の執行機関と化していく。それに伴って、飢餓に苦しむ、ユダヤ人の救済は、ゲット内の独立団体である、ユダヤ人相互援助協会、ジートスによって行われることが多くなっていった。 ドイツ当局はポーランドを占領した直後からポーランドの各都市の路上でユダヤ人を捕らえては強制労働部隊を組織させ対戦車号の埋め立てや雪かき作業に動員していたポーランド総督府は1939年10月26日にこれを一般原則化したさらに1939年12月2日にはポーランド総督府新兵隊及び警察高級指導者 フリードリ・ヒビル・ヘルム・クリューガー新鋭大将の命令により、ユダヤ人評議会に強制労働部隊を創設する権限が付与された。ワルシャワのユダヤ人評議会は仕事を持たない、月頭住民を強制労働部隊に組み込ませ、町の除雪や街路の清掃を行わせた。ワルシャワの強制労働部隊で1日に動員される、平均的な人数は8000から9000人だった。 1941年9月では3万4千人しか経済活動をしていなかったが、移送が始まる直前の1942年7月までには9万5千人が労働力として登録されている。ゲットウはえと不衛生に苦しめられた。ゲットーの食料配給は1日180カロリー程度しかなかった。そのわずかな配給も平等ではなく、 ユダヤ人評議会役人など有用な仕事に就いている者が2倍のパン配給を受け、治安関係の仕事に就いている者はさらに多い5倍の配給を受けていた。配給品だけで生きていくことは不可能なので食料は闇市で入手するのが普通だった。闇市の品は月頭街から密輸された食料だった。月頭街のドイツの秘密警察ゲシュタポはこれを警戒して月頭内に 直属のユダヤ人密輸取締部局13と呼ばれたを設置させている。詳しくはゲットの行政機構の節を参照。ワルシャワゲットの自由経済の中では食べられる食料の量は出せる金額によった。資本家だけが闇市価格で入手した食料で身を保つことができた。1941年12月に評議会議長チェルニアコフは ワルシャワゲットには資本を持った1万人、自活できる25万人、移植にことかく15万人がいると推測している。栄養不足は伝染病を招き、命を落とす者が続出した。1941年末以降に特に深刻となった。腸チ,チフス、結核、インフルエンザなどの薬病がシナゴーグと何千ものホームレスを収容していた公共の建物から始まった。 1941年5月にワルシャワ軍司令官からポーランド総督府軍司令官へ送られた報告書にはワルシャワゲットの状態は壊滅的である。食料の支給は週に700グラムのパンだけとなっており、薬病が蔓延して衰弱したユダヤ人がバタバタと道端に倒れていると記されている。1941年を通して 月頭全住民の10分の1に当たる4万3000人が、飢えと病で命を落とした。1942年代にはさらに死亡率が加速し、1942年7月の移送が始まるまでには、総計8万3000人が死していた。1942年1月20日、ドイツ首都ベルリンの万税で、ラインハルト・ハイドリフ新衛隊大将が主催した万税会議で、 総督府のユダヤ人の絶滅収容所への移送が要求された。ワルシャワゲットウのユダヤ人はトレブリンカ絶滅収容所へ移送されることが決定した。1942年4月29日には、ワルシャワ地区県庁のユダヤ人居住区委員、アウアバルトがユダヤ人評議会に対してゲットウの通りや建物ごとの住民統計の提出を求めた。 さらに5月3日には月頭において労働している者、全員のリストを要求した。ドイツ当局が労働していない、非生産的な人々を移送するつもりであるとの噂が広まり、月頭内はパニックになった。7月には、ラトビアの第22大隊と第272大隊が、ワルシャワ月頭での大規模な検挙のために、リーガから連れて来られた。 1942年7月22日、ラインハルト作戦の執行責任者であるオディロ、クロボクニク親英隊少将の強制移住部隊のヘルマンヘフレ、親英隊隊員がワルシャワゲットのユダヤ人評議会を訪れた。ユダヤ人評議会議長、チェルニアコフはヘフレから特定のグループを除いて、性別や年齢にかかわらず、ユダヤ人全員を東部へ移送する旨を通達された。 チェルニアコフは、ドイツ政府との完全協力による、月頭解体の阻止にかけていた自分の政策が破れた、ことに気づかされ、絶望した。せめて子供と孤児は、移送対象から外してほしいと要請したが、それも拒絶された。7月22日、チェルニアコフは、青酸カリを飲んで自殺した。チェルニアコフ自殺を受けて、ユダヤ人評議会は即座に、議長代理、 マレック・リヒテンバウムを後継の議長に選出した。リヒテンバウムはドイツの命令に機械的に従い続けた。月頭警察が次々と月頭住民を検索して、ウムシュラークプラッツ集荷場へ連行した。連行された人々は、新衛隊の列車に乗せられて、トレブリンカ絶滅収容所へと移送されていった。なお、移送対象者の借り立てははじめ月頭警察が、 中心に行っていたが、移送が急ピッチになってくると、ドイツ兵やウクライナ人補助兵もゲットの中に入って、来て、借り立てに参加した。1942年7月末までに6万人が移送され、8月15日までには、ゲットの人口の半分が移送された。そして第一次層が終了した9月13日までには、総計30万人が移送されていた。 偽装作戦中に殺害された者も,も多く出た。ユダヤ人評議会の報告によると、月頭住民のうち、重層による死者数は、1942年8月には2305人、9月には3158人としている。この時点で、月頭内に残っていたのは、せいぜい7万人程度だった。半数が労働者登録されており、残りの半数は、 隠れた者たちである。大多数が20歳から39歳の間であった。月頭の規模は急速に小さくなり、ユダヤ人の住居は月頭内の北東部の隅に限定された。しかし工場などの作業場は、レシュノ通り、カルメリカ通り、トバルダ通り、プロスタ通りなどに未だ存在していた。月頭の他の部分は空になった。 第二次移送作戦は1943年1月18日に開始されたが、抵抗運動の激化のせいで4日間で打ち切られ、6500人程度の移送しかできなかった。すでに1942年2月には大量移送の噂がワルシャワゲットに流れ始め、3月にリボフミエーレツルブリンなどの都市で移送が始まると、 評議会から独立したユダヤ人組織の喪失が試みられる。これらのユダヤ人反対派は共産主義者からナショナリスト、シオニストなどの主な政党にわたっていた。4月に内密の文書が発覚し、ゲシュタポは51名を射殺した。1942年7月22日に移送命令が出て評議会議長チェルニアコフが自殺すると、 ユダヤ人政党組織の代表者16名が集まって、武装抵抗をついて議論した。抵抗に向けて真剣な準備が始まったのは1942年秋からだった。共産党がシオニストと合同し、さらに社会主義者の分とと一緒になった。この合併は10月20日に行われた。その共同団体は、ユダヤ人戦闘組織と名付けられた。 ユダヤ人戦闘組織の参加には、ハショメルハツやる戦闘集団、共産党戦闘集団、文都戦闘集団など二十二の部隊が置かれた。戦闘組織の総指揮官は二十四歳のモルデハイ、アニエレビッツである。ユダヤ人戦闘組織は、まず直接に、ユダヤ人を、ゲットーから移送している、ユダヤ人、ゲットー警察とその上部組織である。 ユダヤ人評議会に対するテロ活動から開始した。異想の嵐が頂点に達していた1942年8月20日に、月頭警察長官、ヨーゼフ・シェリンスキーを襲撃して負傷させ、その翌日にはビラを巻いて、月頭警察の警察官全員に対して、死刑を宣告した。1942年10月29日には、シェリンスキーの公認の月頭警察長官、 ヤーコプレイキンを暗殺。さらに11月28日には、ユダヤ人評議会経済局長、イズラエル・フィルストを暗殺した。その他にも、決闘警察官を中心として、対独協力者が、戦闘組織により次々と殺されていった。ユダヤ人評議会と決闘警察の威信は大きく、低下した。前ドイツ警察長官の親英大全国指導者、ハインリヒヒムラーは、 1943年1月9日に、自らワルシャーゲットを訪問し、2月15日までには、ゲットは解体せよと言命した。1943年1月18日から移送が再開されたが、ユダヤ人戦闘組織が頑強に抵抗を行ったため、ドイツ警察にも数名の死者が出た。ドイツ警察は、もはや安易に、ユダヤ人狩りをできなくなった。 第2次移送作戦は4日間続いたが、6500人の移送と1171人の殺害で、移送作戦は中止せざるを得なくなった。ゲット住民の多くははじめユダヤ人戦闘組織の過激な活動に会議的な人が多かったが、この成果により急速に住民から支持を集めるようになった。ゲットの実質的支配者は、今やユダヤ人評議会から、 ユダヤ人戦闘組織へと移行していった。ユダヤ人評議会議長、リヒテンバウムは、ドイツ当局からの命令に対して、私はすでにゲット内何の権威もない。権威があるのは、今や、別の組織だ。それは、ユダヤ人戦闘組織だ。と回答している。1943年4月19日、ゲットに残っている住民をすべて移送するため、 フェルディナント・フォン・ザンメルン・フランケネック親衛隊、上級大佐の指揮する武装親衛隊と警察の部隊がゲットを包囲し侵入した。ユダヤ人戦闘組織をはじめとする抵抗組織のメンバー750人ほどが火炎瓶や少数の機関銃で持ってこれを迎え撃ち撃退した。ドイツ側は司令官をユルゲン・シュトロープに変えて再び突入したが、やはり撃退されて退却した。 ドイツ国防軍のワルシャワ上級野戦司令官、ロッスム少将が派遣した応援部隊の到着を追って、シュトロープは4月20日朝に再度ワルシャワゲットへと突入した。シュトロープは、焦土作戦を取り、ゲットの建物を一つずつ焼き払っていき、ゲットを文字通り火の海にした。発煙筒や手榴弾を投げ込んで、ユダヤ人たちがゴーや下水道から出てきたところを、 次々と殺害していった。1943年5月8日、ユダヤ人戦闘組織の司令号がドイツ軍の攻撃を受け、ユダヤ人戦闘組織司令官アニエレビッツが自決した。その後も戦闘は続いたが、5月16日には鎮圧されて、戦闘行為は完全に終了した。ゲット放棄鎮圧戦で、ゲット住民が数千人、瓦礫の下に埋まった。 5万6千人がドイツ軍の捕虜として連れて行かれた。捕虜となった者の,のうち7千人が射殺され、7千人がトレブリンカ強制収容所に送られ、1万5千人がルブリン強制収容所に運ばれ、残りは強制労働収容所へと送られた。1943年夏、新英隊経済管理本部長官オズバルト、ポール新英隊大将はワルシャワゲットの跡地に、 ワルシャワ強制収容所を設置させ、そこの囚人にゲットーの破壊された建物の鉄作業を行わせた。2500人の強制収容所囚人と1000人のポーランド労働者が動員され、1年以上働いて建物の残骸や壁の撤去に当たった。ゲットー放棄鎮圧戦の最中にゲットーから逃げ出したユダヤ人たちの捜索も行われ、 ポーランド人の密告などにより次々と検挙された。ポーランドギャングはこれを利用して隠れているユダヤ人を見つけ出して彼らから金を巻き上げていた。1945年1月にソ連軍が到着するまでにワルシャワ市内で生き残っていたユダヤ人は約200人だったという。ゲットーは T 字型をしており広い北部と狭い南部に分かれていた。 アーリア区のホドナ通りがゲットを貫通していたためで、ある、はじめは貫通していなかったが、後にゲットを小さくされた際にホドナ通りのゲットの地域が失われ、貫通した。北部と南部をつなぐのは回廊部分にかけられた歩道橋だけである。当初は28あったゲットの門は後に15に削減され、通行許可書の数も制限された。 北部月島のスタッフ期通りの門の外側に、ウムシュラークプラッツ、集荷場が存在した。ここには、鉄道があり、月頭の作業場で加工された、完成製品はここから運び出れていった。しかし移送期には、この集荷場は、月頭住民を、市の収容所へ移送するための恐ろしい場所ともなった。北部月島に、刑務所が2つ存在した。パビア通りに、 パビアク刑務所、原車通りに、原種不可刑務所である。北部月島のレシュノ通り、プロスタ通り、ノボりプキ通りには、ドイツ企業の作業場が集中しており、ここで仕事口を見つけることは、月島内で生きていく上では一番安全と見れていた。ユダヤ人評議会はもともと月島南部のクジボフスカ通りに存在したが、移送作戦後には、北部月島に移った。 他のナチスのゲットーと同様に、ワルシャワゲットーは、直接的には、ユダヤ人の自治組織である、ユダヤ人評議会を頂点とした、ユダヤ人官僚機構によって管理されていた。しかし、自治組織とは言っても、ユダヤ人評議会は、ゲットー外のドイツ当局の指示に逆らうことは、一切許されなかった。ワルシャワゲットーのユダヤ人評議会の議長は、 アダム・チェルアコフが務めた、チェルニアコフ自殺後には、マレク・リヒテンバウム、ワルシャワ・ゲットーのユダヤ人評議会ははじめ、アインザッツグルペンシックスに対して責任を負い、その後は主幹区長から指示を受けた。1941年5月1日に、ワルシャワ知事、ルートビヒ・フィッシャーは、ユダヤ人居住区域担当委員として和解。 ドイツ人弁護士、ハインツ・アウアースアルトを認じた。以降は、彼が、ワルシャワ・ゲットーの監督に、大きな権限を持った。評議会議長、チェルニアコフは、ゲットーにおける市長の肩書きを持っていた。ユダヤ人評議会はそのメンバーと、外部からの専門家を含む、委員会が、審議の内容を準備し、ゲットー行政機関を運営していた。ゲット行政機関が扱う仕事は、 治安、保健、住宅、労働、経済、金融などと多岐にわたり、記録保管さえ含んでいた。食料、石炭を分配する部局は、臨時事業機関となり、製造部門は、ユダヤ人製造有限会社として合体された。商業部は、月頭外への配達のための販売会社となり、銀行部は、ユダヤ人居住地区のための共同組合銀行へと、名称変更された。 5000人の月頭住民がユダヤ人評議会を頂点とするこの月頭官僚機構のメンバーであった。このうち月頭内の治安を司るユダヤ人月頭警察の警官は2000人を占めていた。これとは別に月頭内には密輸対策を専門とするユダヤ人警察組織があった。この組織の正式名称はユダヤ人居住区における闇取引と 価格釣り上げと戦う監視センターといい、本部が月頭内の列車の通り13番地にあったことから、13お長として約500名の人員を抱えていた。13は月頭住民による月頭外からの食料の密輸が横行していたため、月頭外のドイツ法案警察のゲシュタポの命令で創設された警察組織であった。彼らはゲシュタポに直属していたため、その権限は強大であり、 が多かったユダヤ人評議会と重要な権限をめぐって争うことも多かったため、ユダヤ人評議会議長、チェルニアコフは、アウアーバルトの協力を得て、13を解散させるための、画策を行った。結果、ゲシュタッポの命令によって1942年5月をもって、13は解散させれている。上流階級のユダヤ人を顧客として、ゲット内では、 演劇やコンサートなども行われていた。戦前からワルシャワはポーランドユダヤ人の演劇の中心地だった。ゲットー内に5つのプロ演劇一座があった。公演されるものはコメディのミュージカルが多かったが、ゲットーの置かれている状況が状況だけにコメディであっても悲壮なものになりがであったという。ユダヤ人評議会を批判するかのような描写を入れた演劇も存在した。 はじめは、アーリーア人の作品の上演も許されていたが、これは1942年4月に禁止された。コンサートも公演されていた。シンフォニーオーケストラ、弦楽四重奏団、フォークソングや、ポピュラーソングの合唱団、少年、少女の合唱団、ヘブライゴシル合唱団、大シナゴーグ合唱団などの公演が行われていた。ワルシャワゲットの演劇や、 音楽活動の統制権はユダヤ人相互援助協会ジートスが握っていた。相互援助協会とタイアップする中央プログラム委員会には267人の舞台俳優150人の音楽家が登録され、1941年10月までに委員会は1814回もの上演を行っている。ユダヤ人評議会議長チェルニアコフは相互援助協会から 文化活動の統制権を奪い取りたがっていた、失敗している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。